宇水峠鉄道文化村。宇水峠鉄道文化村は、群馬県安中市松井田町横川にある、体験型鉄道テーマパークである。東日本旅客鉄道、JR 東日本の新越本線、横川軽井沢間の廃止と共に役目を終えた、横川駅に隣接した、横川運転区跡地に建設された。1999年、 平成11年4月18日に開園。一般財団法人薄水峠交流記念財団が運営する。薄い峠の歴史や資料、薄い峠で活躍した鉄道車両、国鉄時代の貴重な車両などを展示、公開している。また、新越本線の廃線跡を利用して EF63 型電気機関車の体験運転が行われたり、トロッコ列車が運行されている。 また、展示品を搬入する際や、同管保有の EF63 型電気機関車が、車輪作成などのため、公衆輸送される際に使われる引き込み線が、横川駅構内に接続している。当園は総事業費、約20億円を投じて1999年に開園。初年度の来園者数は29万5千人で、 これによる収入は2億3319万円であった。その後、来園者数は下降し、2016年度は13万2800人、開園以来最少、これによる収入は1億3500万円であった。一方で、胴体保存中の機関車の経年劣化に伴う、点検、修理費用は増加しており、財団はこれを賄うため、サポーターズ制度を導入し、 寄付金やボランティアを募集している。電気機関車が圧倒的に多く、中には薄い峠どころか JR 東日本とも関係のない北陸や九州で活躍していた車両もあるが、これは国鉄末期に SL の京都梅小路蒸気機関車館に対し電気機関車の博物館を作ろうと多くの特徴的な電気機関車が配属されていた高崎機関区周辺に計画されていた 高崎電気機関車間、過小の収蔵用として、高崎運転所に集められ、計画が消滅して宙に浮いていた車両を投資施設に保存することになったためである。この中の EF65520 は解体される予定だったが、保存団体が日本貨物鉄道、JR 貨物から譲り受け、文化村と保存団体が共同で修復し、当地で保存されることになった経緯がある。 旧横川運転区の建物を活用した資料館。館内では、鉄道のジオラマや歴史資料が多数保存されているほか、鉄道シミュレータ、歩ー時鉄道模型約100両の展示、鉄道グッズや冊子などの販売も行われている。開園時から園内に付設された、期間 610mm、延長約 800m の周回軌道を運行する、本格的な遊覧列車。 1998年、平成10年、イギリスウィルソン社製のタンク式蒸気機関車、3950、グリーンブーズゴート EC40 系電気機関車を、模した日本、北陸重機工業製のディーゼル機関車、1万、が、赤木、春が、妙義と命名された産業の客車を牽引する。3950は、新世紀ではあるが、 日本国内では貴重な動体の蒸気機関車である。2005年、平成17年3月26日に、旧信越本線の下り線を活用して、運行を開始したトロッコ列車。薄い峠鉄道文化村内の文化、村、駅から、旧丸山変電所付近にある丸山駅を経て、在は緊急駅とされ停車をしない、薄い峠の森公園交流館、峠の湯付近の 峠の湯駅までの 2.6km を週末や夏季休暇時に限って運行される。ディーゼル機関車が坂下横側側に連結され、オープン型客車と普通系客車の2両を牽引・推進する。なお、当路線は鉄道事業法に基づく正規の鉄道ではなく、あくまでも園内遊区である。また、路線全体が投資説内として扱われているため、 峠の湯駅から乗車する場合でも、乗車券のほか、投資施設の入場券が必要となる。現在は客扱いをしないが、丸山駅も同様だった。なお、薄い峠交流記念財団と安中市は、国土交通省と協議の上同財団を、鉄道事業法における特定目的鉄道の正規鉄道事業者に昇格させ、廃線区間の一部を復活する構想を立てている。 当初、2006年、平成18年10月に、鉄道事業法の認可を目指し、早ければ2007年10月の開業と、JR 横川駅への乗り入れを目指していたが、岡田義弘安中市長は、安全性並びに、所要資金の問題から事業に、消極的であり、計画の中止を要請した。2007年12月現在、2011年をめどに、 現在の峠の湯駅から熊の平まで3 6トル延伸する計画で老朽化した機関車の心臓や線路の整備などの費用について所有者である安中市と協議予定である。2011年5月に機関車が故障し修理不可能の状態となったため急行媒区間である丸山駅から峠の湯の区間はしばらく運休となったが2013年3月末より 再開している。運転再開に際して、機関車は、突型のディーゼル機関車、DB201、元は、薄い峠用に製造された、保線車用、TMC500A から申請された、ボギー式ディーゼル機関車、軸配置 BB に交代している。当施設が実施する学科、実技講習を受講し、 その終了試験に合格することで後日 EF63 型電気機関車を運転することができるようになる。運転区間は旧新越本線の保存線約400メートル以上の往復で点検を含め所要時間は約30分となっている。また実技講習を繰り返し受講することで運転資格、称号を得ることができる。10回で機関士見習い。 30回で、補助機関士、50回で、本務機関士、500回で、優秀機関士の腕章が授与される。本務機関士になると、まず、1エンド連結訓練を呼び、短期推進運転の資格が得られる。そして、短期推進運転を5回以上体験することで、10連推進運転や、2エンド連結訓練の資格が得られる。また、所定の1エンド連結訓練をこなし、 当該検定試験に合格することにより、1エンド連結資格が得られ、所定の1エンド連結体験を重ねることでも、2エンド連結訓練資格が得られ。さらに、所定の2エンド連結訓練をこなし、当該検定試験に合格することにより、2エンド連結資格が得られ、所定の2エンド連結体験かつ、所定の10連推進運転を重ねることにより、 重連推進連結連資格が得られる。最終的に所定の重連推進連結訓練をこなし、当該検定試験に合格することで、重連推進連結資格が得られる。これで、かつて行われていた EF63 重連での車両への連結、推進運転と経引運転、こうを体験することができるようになる。近年は、機関車の損傷が著しく、 いつ故障してもおかしくない状況が続いていることから、2017年11月1日から、あんな歌詞がふるさと納税を介したクラウドファンディングを行っている。開園から1年後に、研修車庫に保存している EF6318 の運転台を使用した CG による本格運転シミュレーターが設置された。これは、実際の運転データを元に再現したもので、 貨幣を入れることにより運転することが可能である。運転台をふんだんに取り入れており、実際の運転手の気分を味わうことができるが、長いトンネルの区間は大幅に省略されているため、運転時間は11分ほどとなっている。列車は、特急、浅間郷長野行き給料編成で、乗車率100%、横川軽井沢の推進のみである。また、189系。 アサマ号の運転台を使用した運転シミュレーターも用意されており、こちらも同じく貨幣を入れると運転が可能である。登場作品、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。